はい、今日もあなたと百姓一揆ということで、2018年の本日は2018年の5月の18とかですか。さあ、ということで、季節も進みまして、ね、5月の第3週、じゃがいも掘り入りましたですね。今年のじゃがいも畑、1箇所目ですね。2ターンはないかな。まあ今年は5ターン弱ぐらい、4ターンちょっとぐらいになりますけれども、3箇所のうちの1箇所目ですね。で、まあ、じゃがいもね、ちょうどもう5月の先週でほぼ終わって、ですから掘らないといけないということですね。新じゃがでございますよ。ね。スタートは常に、早生城からうちは始まるんですね。チンチンって言ってますが、ちょっとね、掘ってみて、こんな感じです。まあまあですかね、ちょっとね、あの全体の種量は良くないんですけども、芋自体はそこそこって感じですかね。新じゃがですからね、皮柔らかくて水分たっぷりという感じでね。今日はお手伝い方が一人いてね。最初はね、手掘りです。ね、最初は手で掘っていって、1週間ごとでね、掘っていって、あの、そのうち、まあ最終的にはまあね、機械でバーンと掘っちゃうんですけど、最初は1週間ずつ手掘りでいきます。こんな感じで掘っていくわけですな。まああの、今日来てお越しいただいたのは女性の方なので、まああの、まあ、ゆっくりやっていただければという、まあね、家庭菜園的、まあ遊びの延長みたいなもんですけどね。まあ最初は、まあのんびりしたもんですよ。まあでも、最終的にはね、5ターン近くなのでね、で、目が血走ってくで、機械で掘るんですけど。今日はなんか寒いんですよね。よいしょ。まあでもじゃがいも掘るにはいいあれですか。まああのまだね、本当言うともうちょっと後の方がいいんでしょうけど、もうね、じゃがいもがなくなっちゃいましたから、もうしょうがないんですよね。ね、こんな感じですか。はい。ね、意外とね、上がそんなになくてもまあまあのね、太りですか。最初はね、こうやってね、なんか手で掘るっていうのが俺意外と好きでね、なんか機械だけで、機械でね、バーッと掘っちゃうとなんか味気ないって思うんですね。だから最初だけはね、こうやってね、なんか一つの儀式のようにね、この早生城っていう品種は俺毎年手で掘るんですよ。やっぱなんかね、手で掘りたいなってちょっと思うんですよね。ただまあ、全部はね、できないで。どうですか？まあまあ、まあまあの太りじゃないですか。ね。これ種芋ですね。これ種芋です。ね、これ種芋ですね。だから本当はもうちょっと待った方がいいんですけど。よいしょ。ね、じゃが掘り始まりましたよ。ね、今年もこれで、ね、また一つの1年というサイクルがね、始まります。結局こうやってね、じゃがいもは昨年からこうやってね、この最後のシャドークイーンっていう品種がね、つながって5月まで出荷して、でまたここで早生城からスタートというね、きっちりね、1年間っていうサイクルがね、つながるわけですね。よいしょ。あの、種芋すな。よいしょ。まあ全体の収量はちょっとね、少ないです。もう最初からそれはもう分かっているので。よいしょ。まあ、新じゃがの季節ですね。まだね、さつまいもももう終わってないのでね、ヤーコンは終わりました。ね、なので、このさつまいもをまだ、ね、6月にあるんですけど、それとの兼ね合いありますんでね、芋掘り機械がまだね、持ってこれないというのがありまして。よいしょ。
よいしょ。うちはこの早生収録始まって次が男爵、当屋ですね。こっちのこの辺ですね。あんまり今年ちょっと病気も出ちゃう、あんまり太りっていうかなんか上が今一つですけど、男爵当屋その辺がまあ10月ぐらいですか。それでまあアンデスね、赤系が出てきますね。それとあのアンデスとちょっとまあ場合によっては2種類入れることもあるんですけど、そんな感じでね、やって、それで11月ぐらいになったら今度はメイクインとか出てきますね。でまあ後半戦のそのシャドークイーンとかが越冬して、トカチコがねとこうバトンタッチしていくんですね。まあそんな感じでね、まあ近年はね、ここ数年は品種絞ってやってますけど、またねそのうち新しい品種をね導入したり、毎年同じやつ作ってるとね飽きちゃいますんでね。よいしょ。ちょっとでもやっぱ今年収量は少なそうですね。まあじゃがいもねあんまできすぎちゃうとね保冷庫入んないんでね、それもそれで問題なんで、まあ今年は4トン最低4トンから5トンですかね。これのあの収穫ケースだと200から250ケースぐらいになりますかね。なんでしょうね、こうやって手で掘ってるとこれはこれでね楽しいって言ったらあれですけどね、遊びじゃないんでねあれですけど、なんか俺にとってはねこうやって手で毎年とりあえず最初はね手でこうやってちゃんと掘るってことをね、なんか儀式のように自分に課しておりますね。ね、美味しそうですよね。はい、割れが多いとね窒素分が多いっていうことになりますけど、今年はちょうど良かったですかね。ここもほぼ無肥料になりますね、無肥料栽培になります。よいしょ。まあ興味あればジャガイモ掘りね、いくらでも手伝っていただければ来月ね、6月のもう終わりまで、6月まあできれば早いうちに掘っちゃうんですけどね、7月に入って掘ることはうちはもうないので、6月半ばぐらいですか、梅雨との絡みがありますんでね、雨の合間をめがけてね、湿気てるとやっぱり良くないのでね。ね、ジャガイモ掘りをやってみたいという方がいればね、何十メートルと掘っていただいて構いませんがあまりそんなね過酷な労働を手伝いに来てねやらせるとね、最近はなんとかなんとか腹とか言うんですか、そういうのね、有機農業ハラスメントみたいなね、えらいことになっちゃいますんでよいしょ。実つきが今一つですかね。まあ芋の太りはまあまあですか。こんな感じでね。何コンテナか今日は収穫しないといけないんですが。よいしょ。こんな感じにどうですか。こんな感じについてますよ。ね、これが種芋ですね。こんな感じで。それか美しいですね。はい、これがねジャガイモとバレーショと呼ばれるものでございますね。これから1ヶ月間こいつをねひたすら取らんといかんわけです、ね、最初はこんなね丁寧にやりますけど、後半戦はね、もっと一気にいきますんでね。さあということで今日はね、始まりました2018年のジャガイモ掘りねスタートということでね、一発目はこの早生代をね収穫しているねこいつですね。そんな百姓農園の動画でございました。お客様来週から新ジャガが入ります、よろしくです。これ食べたい方はねどうぞお野菜お申し込みください。旬の有機野菜セットオーガニックカンプ百姓農園のね、ホームページからお申し込みください、よろしくです。チンだ。チン。